ラタマンザンは伝説巨人イデオンに登場する艦艇。バッフクラン宇宙軍が空母的に運用した双胴式の中型戦艦である。重機動メカのギランドを貴様に預ける。あの巨人を悪空間で叩け。その間に私はガタマンザンで宇宙船に接近してカラナ様をお助けする。ガタマンザンの開発。バッフクランが開発した艦隊中央に艦橋などの主要部を持つ双胴式の中型戦艦。バッフクランの宇宙艦艇は基本〇〇ザンという表記が一般的となっている。このザンという名称は亜空間航行が可能な艦艇に対して付与される名称記号を指す。デスドライ、亜空間飛行のことである。光の速度で移動して250万光年かかる距離もデスドライブを使うと数ヶ月の時間で移動することができる。比較的小さな艦隊中央部から艦首方向に2本の艦載ドッグが突き出た双胴構造が特徴。ドグマックタイプやギランドータイプの重機動メカを合計4機から5機、さらに戦闘機を多数搭載可能。艦隊前方の左右の機首先端2箇所に重機動メカ発進口を備える。ドグマックやギランドーのサイズに合わせられているため、より大型のガンガルブリブなどの搭載は不可能。その情報は戦闘機発進用のデッキとスペースが有効活用されていた。そこから一度に数多くの戦闘機を発進させることができる。大気圏突入時は艦隊中央のセンサー系の集中している大気圏突入ブロックを着脱して行う。またセンター部にはジグマッククラスを搭載可能なデッキが備えられており、重機動メカの揚陸運用が可能である。艦隊後部にはランチ着艦用のハッチも備える。武装は連装下流四方に対空ビーム砲多数。背面には大型の噴射ノズルを左右2本ずつの計4本備え、質量あたりの出力はグラムザンとほぼ同じ値とのこと。ブリッジは本体から離れた両機種の間に張られた翼の中央から下に伸びた位置。基本バッフクランでは武人としての気概を試しているのか、このような危険な場所にブリッジが位置しているのも特徴である。ブリッジはグラムザンよりも広く、司令官などの席は一段高い場所に位置。最前部には3次元情報表示システムがあり、これはバッフクラン艦の共通衣装だと思われる。艦内にはアバデデの自室や医務室、アバデデナキアとハルルアジバがダミドと会議を開いた会議室などが確認できた。ギゼ様、ダミド様、アバデデ様から伝言であります。作戦会議をガタマンザンで行うとのことです。了解した。本艦の双胴のデザイン設計は後に空母型大型戦艦ガドモアザンへと受け継がれた。おそらく機種が左右1本ずつあるこのレイアウトがバッフクラン軍の空母型戦艦の基本だと思われる。なおガタマンザンはガドモアザンの登場で旧型に属するため、辺境地の探査用の母艦として利用されることも多かった。ガタマンザンの武装。連装下流四方。艦隊の各所に計12機装備されている2連装式の下流四方。普段は艦内へと収納されている。その他にも対空ビーム砲やミサイルランチャーなどを備える。左上空11時接近するものがある。対空砲火を。何？ガタマンザンのスペック。分類、空母型中型戦艦、所属、バッフクラン軍、開発、バッフクラン軍、建造、バッフクラン軍、全長303メートル、重量5万5000トン、エンジン出力55万トン、DF、動力反物質エンジン、主な搭乗者、アバデデグリマデ、ダミドペッチ、ハルルアジバなど。ガタマンザンの活躍。物語での初登場は第3話激震の大地より。艦隊のカラーリングはベージュ。
高位の武人が乗艦することが多いため、主に探索用の小規模艦隊の機関として運用された。劇中ではアバデデグリマデの艦として登場。対イデオン戦ではアバデデ隊の機関としてドグマック、ギランドを各一機を装備し出動した。悪空間戦闘に持ち込んでガタマン山とギランドウで叩く。そのためにグラム山をおとりとしてこれを沈めることもやむを得ないと思っている。アバデデシモはダミドペッチが本艦の指揮を取り、ソロシップの追撃戦を行っている。ハルルのドロワ山と合流した後は大気圏突入ブロックを分離してハルルがルインズスターへと降下している。旧型のためかアバデデの艦以外は第38話のデスファイトで劇場版でも同型艦が登場するものの、艦名は不詳のまま撃墜されてしまった。以上が戦艦ガタマン山の詳細である。姉妹チャンネルではガンダム関連の動画も上げております。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。